どうも、翔です。じゅんじゅんです。皆様どうも、ご無沙汰しております。前回の動画アップから、少し時間が空いてしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか？何、人気 YouTuber さんみたいなこと、言っちゃってんの？いやいや、そんなつもりはないんだけど、ちょっとだけコメントをいただけたので、嬉しくて、言ってみただけ。確かに、コメントもらえるのは嬉しいね。視聴していただいているすべての皆様、ありがとうございます。ところで、今日は、どこに行くの？今日はですね、奥多摩です。あら、乗り気じゃない？もしかして、またダムなの？いやいや、他にもあるでしょ？何があるの？山、とか、林、とか、森、とか。おい、怒られるぞ。大自然か。今日行くところは、日原鍾乳洞、だよ。鍾乳洞って、この前行ったところみたいな？そうそう。奥多摩に、鍾乳洞なんて、あるんだね。うん、俺も行ったことないけど、あるみたいだよ。この前面白かったので、近くで探してみたんだ。ふむふむ。そんで、奥多摩周遊道路を通って、都民の森を散策しようかと思ってね。なるほど。いいじゃない、それは楽しそうね。そうだろう。ということで、圏央道の青梅インターまで来ました。この近くには、俺の好きなファミレスの、ジョイフル、があります。ああ、この前連れてこられたね。ここだったんだ。そうそう、ジョイフルは。って、言ってもあまり広がらないので、この話はやめよう。オーケー。さて、山道になってきました。ここは、国道411号線、青梅街道です。車も少なくて、いい感じです。この辺りには、奥多摩フィッシングセンターや、国際ニジマス釣り場などがあり、川魚を釣って、食べられるところもあります。渓流釣りが好きな人にはいいですね。やったことあるの？ない。川魚は、あんまり好きじゃないので、釣りはもっぱら、海で釣り船に乗ってる。だよねさて、だいぶ山道を登ってきました。道も細くなって、落石注意の看板もあり、死亡フラグが、立ちましたねー。ちょっと、こっち側は、断崖絶壁なんだから、やめて。大丈夫だ。今まで運転してきて、落ちて死んだことないので、問題ない。あい？でも、ここって対向車来た時は、すれ違えるの？無理。ところどころにある対比所や、広い部分ですれ違うしかない。なので、対向車は、来ない方がいいな。あ、来ちゃったねー。うん、このタイミングだと、こっちが下がるのが正解だな。休憩しまーす。
到着しました。駐車場は、うちの車で満車になりました。危ねえ。結構人気のスポットなんだね。そうだねえ。ほとんど人なんて、いないと思ってたわ。おい、やめとけ。お、バイクもいますね。道が狭いから、バイクの方が楽かもね。それにしても、みんな、ネイキッドだね。ネイキッド？って何？カウルがない、ってことだよ。なるほど、そういうことね。これは、天井が低すぎる。ちょっと、暗すぎるねー。うまく撮れないわー。ここからまた、きついよー。ほんとだ、画面越しじゃ、伝わりづらいかもしれないけど、すごい傾斜だ。足滑らせたら、順々まで巻き込んで落ちるな。これは、もはや、階段ではなく、はしごに近い。撮影しながらは、無理だな。下に着いたよー。これって、マジか？低すぎるわ。くっそ、きつい。きつすぎて、笑える。いやー、道中は、なかなかのきつさだったねー。そうね、でも、飛騨高山のよりも、天井がすごく高いところがあって、感動したよ。そうだねー、あっちにはない魅力もあったね。それでは、都民の森に向かいます。奥多摩湖を回って、奥多摩周遊道路を目指します。奥多摩周遊道路の入り口、出口に来ました。前にツーリングに来てた時は相模湖方面から来たので、この駐車場で U ターンしてもう一回走りに行ってました。今日はバイクも少なめですね。
いやー、ほんと、この道は、すごく走りやすいねー。この時間だと、速い車やバイクもいないので、気を使わなくていいかもしれない。休んでいる間に、辺りは急激に暗くなってしまった。こりゃあ、都民の森行っても何もできないので、帰るしかないね。そだねー。まあ、鍾乳洞に行けたので、それでオッケーよ。んじゃ、終わりますかね。はい。唐突に終わることになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか？今日は、出発の時間が遅くなって、圏央道の渋滞にはまってしまいましたので、時間がなくなっちゃいました。奥多摩周遊道路も、素晴らしい道なので、今度ちゃんと紹介したいと思います。今度は、早起きしてきましょうね。そだねー。あと、美味しいものもあるといいな。出た、美味しいもの。今度行き先決めたら、一緒に調べてみよっか。ラジャー。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てもらえると嬉しいです。